アマレオンです。マモシです。こんにちは。こんにちは。チャンネルピオリブです。今日ここはどこかと言いますと、福岡のねオンフリークという、はい、これですね、二の練習場に来てて、ここで福岡の長浜にあります、長浜ラーメンの長浜。あ、はい、サニー、何でしたっけ。そうです、長浜サニー3階にあります。長浜サニー3階にあります。で、ここで3月24日にベンドさんが、はい、無料試打会、そうですね、するので、これですね、はい、予約制になってるんですけど、はい、皆さんよかったら来ていただきたいなっていうの で、施設の紹介もしていこうかなと思ってます。はい、で、ここはね、ピンの認定フィッター体積店なので、ピンのフィッティングもしてくれるかもしれんな。はい、ベッドの社長はパターをね、フィッティングしてもらったらしいので、全然違うって言ってたな。はい、全部入るようになったって言ってた。いつもコウメさんのもらったりとか使ったりしてるって言ってたけど、はい、全然違ったみたいな。そうですね、うん、やっぱりその道のプロに見てもらうと、はい、だからベンドもね、シャフトの道のプロなので、はい、シャフト見てもらうと、僕の弟子ですシャフト見てもらうとね、はい、やっぱまっすぐ飛ぶかもしれないですし、はい、3月24日ね、ぜひ足運んでいただきたいなと思います。そうですね、時間が、はい、12時から12時から20時の8時間で、完全予約制なんで、これですね、1人30分、はい、無料です、完全に。通常はここの料金が、まあ、練習場みたいに使ってもらいたいというコンセプトで、はい、1人1100円、はい、2人で1650円、うん、そうですね、安いですね、30分で。ゴール代はタダです、打ち放題ということで、雨の日も風の日も、うん、寒くても暑くても関係ないですね、はい、練習の方できるみたいなんで、お近くの方はぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、じゃあちょっと中の方、はい、案内したいと思いますので、入っていきます。はい、ノックお願いしますイルスですねこんにちは。こんにちは。ここにも書いてますね。おっ、ほんまですね。最適なシャフト選びが、えシャフト選びをベンドがお手伝いします。ああ、なるほどなるほど、はい、もう一回いいですか。はい、お客様にとって最適なシャフト選びをベンドがお手伝いします。はい、ということなんで、はい、3月24日、はい、シャフトは何でも置いてるんですか。シャフトヘッドはうちから送ります。そうですね、もう僕らのさじ加減なんで運命握ってます。めちゃくちゃしょうもないシャフトを送ってベンドあかんやないかい、 T オリーブよろしくお願いしますということもできるし、はい、それはないですちょっと待って、今僕だけ悪者みたいになってるじゃないですか一応ヘッドもうちからステルス2とか、はい、パラダイムも送ろうと思ってるんで、まあ、最新のヘッドで最新のシャフトも打てるという状態ですね。ピンも最新やし、ピンも最新で、うん、全部最新送り込んで、はい、ちょっと中がすごないですか、すごい広い、はい、もう高いんでしょって感じですね、うん、これ1100円で使えるんだって感じですね。5打席、しかもあそこは左右両方打てるっぽい感じになってて、うんうんうん、左利きと右利きで、で試打会やるのがこっちのメインの、はい、はい、ここでやるらしいです。打ちます。そうですね、これは機械何なんでしょうか。ジョイゴルフスマートプラスって書いてます。 T の高さここでしょ、すごい、うん、いいですね、うんうんうん、うちのシダブーストは全然ここでシダ会、うん、フィッティングは誰かが来られるんですかね。村上プロと吉田さんと、出たがり店長の吉田さん、インスタの方ね、ベンドさんでやってるんで、はい、ベンドの方は結構ね、いろんなプロの写真とかも出てきますし、あの出たがり店長だけいらんかもしれんな。そうですねプロのスイングもよく上がりますし、ベンドエッジのこととかね、はい、はい、詳しいこと書いてますので、よかったらね、はい、ベンドのインスタの方もフォローしていただけたらなと思います。そうですね、ベンドエッジもあの一応リンク下に貼ってるんで、はい、そっから購入していただけるとうちに何パック入ると思いますそういうシステムはないです。はい、ぜひご購入いただければと思います、はい、ピンのやつ打ちたいね、せっかくやったら、うん、ピンのアイアンのフィッティングとか珍しいというか、うん、時々見るけどやったことないみたいな。
カチャカチャのシャフトがこうやってあって。で、ちょっと打ちます？はい。はい、じゃあ早速打っていきたいと思います。はい。今日はもう試打会じゃないんで、これしかないんですけど。NX50S です。じゃあ、ちょっと打ってもらえますか。はい。何ができるかみたいなのをね、うんうん、この機械で。あ、カメラ置いてます、はい。このカメラで何がわかるのか。飛びすぎです。めっちゃ飛ぶやん。配信ですか。飛びすぎです。伊沢さんに教わったんで。顔が生きてたなぁ。お、何かしら映像が。スイングパスみたいな。スイングパス。あー、きれい。あー、飛びたい。おーって。で、これなんかモニターでスイングが見れるみたいなんですけど。お、おー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 おお。なになにこれ。肩の位置を黄色でやってて、横幅の足の側面からを緑のライン。で、顔は生きてると。そう。会心の時。会心の時の生きり顔してます。すごい。これを使いながらフィッティングしてもらえるということですね、試打会では。なんかレッスンもできそうですね。あ、レッスン込みにもなるかもしれんね。プロもおるみたいなんで。ああ、村上プロ。はい。しかもこのカメラをこっちに後ろに持っていったら、後ろからも。ああ、そう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 。うん。一応全打席正面からのカメラはついてるそうなんで、ここだけ動かせるんですよね。そうです。後ろこっちからも撮れて、はい。で、ここは施設ね、傾斜マットとかもあるし、うん、いっぱい練習器具が豊富にあって、ピンのフィッティングもしてくれるし、はい、パターすこすこ入るようになるし、で、こんなん使いながら練習できるってすごない？すごいです。ないです。30分1100円やで、ね、安すぎひん。しかも分析っていうボタン押しただけで、あの、丸っこい。そうやんな、すごいやんな。すごい。これ、レッスンプロからしたらちょっと、迷惑な。何も言うことなくなるってやつですね。でも、レッスンプロがここに来てレッスンしたら、もう多分全部ね、全部見えます。まあ、見てもらったら分かるようにみたいなことになるんじゃ、うんうんうん。すごいですね、うん、ほんまに。ももしアイアンでこっちから撮りますか。はい。そうですね、ちょっとじゃあ、ももしアイアン、打ってもろて。はい、自分の姿見てもらえますか。はい、じゃあこの試打用のカチャカチャでシャフトが変えれるっぽいですね。はい、フィッティング用のアイアンなんで。はい、で、ネオ850で打っていきます。はい、で、カメラをここにセットして、はい、7番。そうです。7番。はい。ちょっと右に出た感じが、分析押すとどうなんのこれ。正面から撮ったらこういう感じの、はい、理想のスイングプレーは赤で引いて、うん、もしがここの上通れば綺麗なスイング、肘と肩の間に線1本入れたんですけど、ボールから結んで綺麗よ。綺麗、プロみたい。綺麗に打ってはるわ。顔にも印が、はい、顔にも黄色の丸を入れて、黄色の丸を入れて、これ色変えれるからいいですね。あ、ほんまやな。はい、なんか連続で打っても描いた線とかあんま消えない。あ、そうなんや。だから同じとこにボールセットしたらずっとこの、うん、あ、ボールのセット位置変えたら変わってしまうってこと。はい、うん、ボールから結んでるんで素晴らしい練習、うん、練習もうこうやってるうちにどんどんお客さんも増えてきて、ほんとやそら来るわな。いや、来ますよ。うん、そう来たら上手くなれそうですもん。なんか外の、まあ、練習場がパカンというわけじゃないけど、うん、ボールも V1 やし、はい、これでフィッティングできるのいいですよね。うん、ああ、そう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 。コースキューでちゃんとフィッティングしてくれるから、うん、練習場の試打会とは一つ違うかもしれない、ね。うん、そうだね。うん、スピン量もやっぱレンジで、レンジ球打つのとコースキュー打つの全く違うことになりますし、うんうんうん、やっぱりちゃんとコースキューでキャリーがいくらって見れて、うん、
キャリーがわからないと、あのバンクを超えるか超えんかっていうのがわからないんで、それを上げるっていうのはね、いいことだなと思います。ドライバーなんかもネットにバーン当たって終わりやもんな、練習じゃったらな。球が高いところで当たったら飛んでるようにも見えるけど、うんうん、結局吹き上がってボールが、ねうん、ネットに当たったら飛ばんし、球が伸びんが最高です。いいですね。ふらっと来てもらっても、貸しクラブがあるそうなんで。しかも無料でレンタルって言ってたんで。僕らも今借りましたしね。そうですね、そのアイアン借り、うんはい、あれですし。シャフトもいっぱいあって。はい。ドライバーも借りてたし。はい。一応これ案件ではないのだけそう、ね、ここで言っておきます。はい、ということで3月24日、はい、オンフリックにて、はい、ベンドさんのね試打会12時から20時までやるので、はい、最新ヘッド最新シャフトで、はい、ボールもコース級で、はい、分析もいろいろできる試打会無料です。素晴らしい、はい、孔明さんのウェッジもベンドウェッジもう打てるそうなんで、はい、それもすごいですよね、はい、ご予約の方多分受けてると思いますので、うん、電話番号、うんはい、概要欄に貼っときますすべて、はい、そちらからお問い合わせいただければと思います。ぜひベンドの試打会こちらに来てください。詳細は概要欄から貼っておりますのでそちらからご覧ください。ありがとうございました。ハマリオンです。マモシです。こんにちは。こんにちは、チャンネル T オリブです。というか、顔パンパンです。朝です、今。朝です。今日も今からベンド帰ってきたぞと、1年ぶり。はい、福岡来てます。はい、今日ベンドは、定休日やね。どうやら。え残念ながら定休日で。はいはいはい。その下にあるプレスキッチン赤坂。はい。ホットサンドが有名なんで、ちょっとそれ食べてみようかと。あんまやったことないというか食レポは食べてみようかで食べたとこ取るんですか。取ります。はいはいはい、はい、プレスキッチン赤坂。いやー語彙力ないですよ。え僕美味しいしかうーってなった後うまいしか顔パンパンやしなちょっと鏡見てないんですけどもしかしてパンパンなんですかそこまで言うぐらいやからじゃあ早速中入ってはい、はいはい、ちょっと注文していきたいと思います。はい、どうやらおすすめがあるらしいから。こんにちは。こんにちは。店長さん。はい。あ、よろしくお願いします。はい、なんかおすすめのホットサンドがあるということで、はい、伺いましたけど、まあ、全部おすすめですよね。はい。どこにおすすめの、ベンドの社長が江原さんっていうんだけど、はい、どうやらランキング4位にこの江原サンドっていうのがこれですね。はい、チーズ好きの、チーズ好きのがせこいけど。めちゃくちゃ惹かれます。江原さんがチーズが大好きなんですね、はい。ランキング4位らしいので、これをちょっと頼みたいなと。はい、はい、じゃあ中のに入ってはい、はい、食べましょう。奥が広いですね。あーめっちゃ広いです。実はここ曲がるとベンドがあるというね。おおこっから行けるんですか。すごい。ここから行ける。おお広い。どうぞこちらへ。どうぞこちらへ。来たらまた食レポしてもらいたいと思います。来ました来ました。八幡サンドになります。おおはい、美味しそう。美味しそう。チーズ。チーズと、店長中身はどうなってるんですか。ミックスチーズとロースハム、クリームチーズ、チェダーチーズの3種のチーズ。すごい。じゃあ、早速。いいですか。はい。いただきます。はい。飲ましいから。伸びたいな。どうですか。美味しい。うん。ピザみたい。これやってんの。え。じゃあ私もいただきます。はい、3種類のチーズが入ってんねんで、うん。すごいな。その辺どうな。クワトロフォルマッジを、うん。クワトロって何？あの4種類のチーズのピザあるじゃないですか。ピザの話あれの朝食版ですね。うん。おいしい。そうだよ。
下手かお前ら。チーズがめっちゃとろってきて美味しいな。してるよ、そのとろっと。素直なことしか言えないチャンネルでしょ、そもそもはね。美味しい。何？あれ？終わり？3種類のチーズはどうなん？それこだわりですよね、多分。でもね、すごいこう、チーズが濃厚なんですよ。3種類が合わさることによってスコルプが減りますね。チーズの宝石箱やで、閉めろやはよ。出てこんな。美味しいから早いな。一瞬や。チーズが固まる前に。あ、ほんまにチーズが酸素になってる。すごい。美味しいですね。はい。はい。最高の朝ごはんです。プレスキッチン赤坂、インスタもやってます。ベンドに来た時はぜひ寄ってみてください。福岡の天神の方でやってますので、はい。はい、福岡に来た際もぜひお立ち寄りいただければ、朝食にね、お立ち寄りいただければと思います。以上です、はい、次僕あのコーン好きなので、あコーンも頼んでんねんな、はい、およくわコーン好きやもんな、昨日もコーン食べてた、うん、それこれランキングないんだよ、これ県外でしょ、県外コーン好きなんてあんまりいないでしょコーン私も好きやから、じゃあさよなら、ありがとうございました。